こんにちは。3月29日金曜日、 AW ニュースウィークリー、高田由衣です。すっかり暖かくなって春の訪れを感じますね。皆さん、お花見は行かれましたか？私は4月から新しい映像作品の撮影が始まります。で、今回の役はですね、今までに演じたことのないような声を全く発さない役なんですけど、もう新しい季節で気分も一新して頑張っていきたいと思います。では始めていきましょう。この番組は1週間の政治経済ニュースを振り返ります。今日のコメンテーターは三重中京大学現代法系学部教授の浜谷秀弘さんです。浜谷さんは比較憲法防衛法がご専門で、周辺事態法や武力攻撃事態法、国民保護法などの国会審議において国会口述人や参考人を務めました。浜谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして番組プロデューサーでジャーナリストの深川芳樹さんです。深川さん、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。浜谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。番組では皆様のご意見ご質問を募集しています。画面右横のソーシャルストリームに投稿してください。番組内で取り上げ浜谷さんにお答えいただきますので、どしどし投稿してください。よろしくお願いします。では1週間のニュース振り返りです。小野寺防衛大臣は22日会見で、米軍普天間飛行場の移設に向け、移設先としている名護市辺野古沿岸部の固有水面埋め立て許可を中間沖縄県知事に申請したことを明らかにしました。また小野寺大臣は提出した理由について、提出にあたって必要な名護の漁協のとの合意というのが今日午後にできたということで、その合意をもって速やかに提出をさせていただいたということでありますと説明しました。この続報なんですけれども、はい、沖縄県が29日、この申請の書類をですね、確認作業が終了し受理したという続報が流れています。はい、わかりました。こちらなんですけど、うん、突然このように提出されたというイメージがあるんですけども、うんうんうん、これはなぜ今なんでしょうか？一つは、はい、この基本原則から話すと、やはり日本の安全保障のための、ね、レベルを下げないで、はい、なおかつ沖縄の負担を軽減するというね、そして普天間基地の固定化を回避するという、はい、この3つのワードがあるわけですよね、はい、でこの中で、一つの解をこう見出すわけだけれども、うん、今の季節というのは、この申請をしてから審査をして結論を出すまでにですね、はい、大体8ヶ月、普通は6ヶ月から10ヶ月というんだけども、大体8ヶ月、9ヶ月、10ヶ月ぐらいかかるというふうに言われてるんですね、はい、そうすると3月からそれを起算するとですね、大体今年いっぱいから年明けちょっとぐらい食い込むというぐらいになるわけで、そうするとね、ちょうど名護市の市長選挙がですね、来年の初め頃に予定されてるんですね、はい、そうすると名護市で改めてですね、民意が反対だというようなことが改めて示されてしまうとですね、ちょっとやりにくくなるということもありますね。したがってその民意が新たに示される前に、その申請を要するに認可するとかね、許可するとかっていうような形に持っていきたいというのは一つあるでしょう。それからもう一つは、ちょうど3月の、29日に、今日で沖縄県議会も終わるんですかね。ですからそうすると中山さんもですね、県議会の中で厳しい追及を受けるどういう態度を取るんだとかね、いうことが延々とこう厳しく追及されるということも回避されるというようなことがあって、それで今ぐらいの事態がですね、最終的にはタイムリミットだったかなという感じがしますよね。で今回の場合は
この辺野古に持っていくことによって、はい、嘉手納以南の5つ その今の米軍施設もですね、うん、順次日本に帰ってくるっていうのがかなり具体的な日程も詰められ始めてますよね、うん、でこういうこととのいわばワンセットの話なんですね、うん、ですからなるべく早く結論を出してですね、沖縄県民 その負担軽減を図りたいという、うん、そういう政府の意向がまあ色濃く見えてるかなと、うん、でそれとその政治日程との間の絡みで、うん、まあ、ギリギリの判断をしたんではないかということですよね、はい、これ今下駄は中山県知事に預けられたってことですよね。そうですね、うん、預けられたということなんですが、しかし、まあ、名護市長も反対、うん、で 中山知事もですね、要するに原則は反対の旗をまだ下ろしてないですよね、うん、はい、で下ろしてない段階でこの判断を迫るということは、うん、この中山さんの立場になって考えると非常に困難というか難しいと、うんうんうん、そうすると最低でもですね、いわゆる大執行というね、うん、はい、要するにだから新たな国が許可を代行するような特別措置法というのをね、はいはい、作ってやるという可能性もゼロじゃないわけですよ。要するに下駄をもう一回預かり直すことですね。そう、はい、それで国がやると、そうすると中山さんにとってみれば自分は反対し続けたという姿勢はちゃんと残るし、しかしその辺野古にはちゃんと移るしというね、うん、まあ、そういうウルトラ C とか D とかっていうのがですね、あ、まあ、将来あるのかもしれない、かもしれない、かもしれない、これはまだ予測ですからね、何とも言えませんけども、そういうことをもんばかるとですね、はい、まあ、今回のこの時期が、うん、まあ、タイムリミットで、うん、ギリギリのとこかなという、うん、そういう判断だと思いますけどね。なるほど、はい、わかりました。社会保障や税に共通の番号を国民全員に割り振る共通番号制度法案が22日衆議院で審議入りしました。安倍総理は本会議で、共通番号制度はより公平な社会保障制度や税制の基盤で、国民の利便性の向上や行政の効率化に資するもので、早期に導入する必要があると法案提出の理由を述べました。はい、こちら過去に同じような制度が議論されたじゃないですか、うん、その時はマスコミがすごく大きく取り上げてたように思うんですけど、今回あまり大きく報道されてないですよね。そうだよね、はい、自民党政権時代に、ね、国民総背番号制という制度をですね、はい、一度やって、そして国民の要するに入りと出をですね、完全に掌握すると、そしてその社会保障とかそれから納税とかそういうところにですね、はい、行政コストを下げて、で効率よくそれをやるといったときにですね、野党がもう猛反対したんですね。そうですよね、でもうこれはですね、国民のその要するに人数からそのプライバシーまで全部管理してですね、これが将来的には徴兵制につながるんだ、なんだか僕にとってわけのわかんない理屈がですね、ずっとこう言われたわけですよ。ところが今回はこの税と社会保障の一体改革というようなことを民主党政権が打ち出してね、そして民主党政権時代にこの制度がいわゆるマイナンバー制というね、こういう制度が下地ができたわけですね、下地が作られてきたっていうのはですね、一体その なんていうんだ、そのこの連関性というかね、これがどういうところにあるのかって、ね、今一つよくわからないんですよね。だからどうしてもその個人 の社会保障 そのやっぱ給付とかそういう制度を完璧にやって漏れがないようにね、それからまた収入に応じた納税を漏れがないように、これも適正にやるとすればですね、どうしてもこういう制度自体が必要なわけですよ。ですからそれは自民党時代から今の時代まで何も変わってないんですよね。ですからあの時の猛反対っていうのはやっぱりなんか内容よりも政治的な駆け引きとか思惑とかね、そういうことによって反対したのかなというような感じがしないでもないですね。そうですね、まあ、特に今IT 時代なので、はい、財務省の人に僕聞いたことあるんですけど、その財務省の番号を、厚生労働省の番号を、あといろんな番号があって、それでもういっぱい番号がいっぱいあると、それを一元に管理できて、それでいろんなところが紐付けられれば本当にその楽ちんなのにというような話聞いたことがあるんですよ。でそれを聞いてこれを聞くとなるほどと思うんですけど、国民総背番号制の時にですね、私も一応マスコミの一員として反対の論陣を張った人間としてはですね、本当にそのプライベートを守れるのかとかですね、あとそのセキュリティの問題ですよね、番号が漏洩したりしたからどうするのかとかいろいろ問題があって、そうそれはもうおっしゃる通りで、これその問題のそのやっぱデメリットの部分ですね、そのデメリット部分は何も今も解決をしてないというか、そうなんですよ、疑問のままなんですよ。
要するにあの個人情報保護法っていうのができて、はい、あの個人情報が大事だってことは非常にこの社会に定着し始めたんだけれども、うん、じゃあその個人情報の保護をどういう手段で誰が責任を最終的に取るかっていうのはね、はい、いうことは今一つ不明確、うん、で要するにあの例えばあのもちろん行政機関による違法な監視とかね、うんうん、こういうことがされる恐れもあるし、うんうん、それからあの情報の流出ですよね、漏洩というものがあると、それから目的外使用とかね、うん、怖いですね、でいろんなことがあると、それは止められなくなってしまう可能性があるんですよね、うん、ですからこういうことからするとあの国の管理そのものはいいんだけれども、はい、個人の情報を完全に保護するためにどういう手段が取られるのかということについては、うん、今一つ不明確、うんうん、今一つ不明確、うん、ただ要するに行政コストが下がって、はい、個人の自己情報が確認したり訂正したりが簡単にできるというね、うん、メリットだけがこう優先的にこう報道というかあの声高に言われてるけど、うん、その裏の部分というかね、うん、影の部分をもう少し分かりやすく国民にきちっと説明してもらわないと、うん、そうですね、国民のためだ国民のためだというだけではね、うん、今一つ分かりにくい、そうですね、判断できないですもんね、はい、分からないです、うん、そうそこをやっぱりねきちっと言う必要があると思いますよね、あの、はい、確かにあの、うん、あの世界中でこれ取られてる制度ではあるんですよ、はい、まあ、それであの、はい、一番大きいのはやっぱり納税とそれから、うん、あの社会保障ですよね、はい、でこれについてやっぱりこういう制度が一番合理的なんですよ、うん、はい、うん、だから合理的だからその制度を取り入れるのは分かるんだけれども、はい、その合理性というのは必ずその裏側に不合理な部分がくっついてくるわけですね、ですからその不合理な部分不正行為をいかに避けるかという、うん、そこをやっぱりね国民にきちっと正直に知らせるべきだと思いますよね、はい、そうですね、本当明確にしてほしいですね、はいはい、ありがとうございます。広島高裁が去年の衆院選をめぐって違憲で無効とする判決を出したことについて菅官房長官は26日の会見で、厳しい判決だった、判決の内容を踏まえてこれから適切に対処したいと思います、ゼロ増5減の法案について動き始めておりますので、この法案について区割りの見直しが行われているので、その改定案の勧告がなされたら政府としては速やかに法制上の措置を講じていきたいと述べました。衆院選挙区画定審議会が28日にゼロ増5減に基づく新たな区割りを安倍総理へ勧告することになっています。それで浜谷さん、この勧告の、はい、勧告は昨日ありました、うん、でその内容なんですけれども、はい、福井、山梨、徳島、高知、佐賀の5県なんですけれども、うん、今定数が3なんですけど、うん、そこを2に減らすという勧告がなされました、うん、はい、こちらの憲法違反で無効っていうことになると、うんうん、すごく国民的にも社会的にもすごい大きな影響を与えられると思うんですけど、はい、やっぱり国の基本法ですから、はい、その国家の行為が国の基本法を犯してるっていうことはですね、うん、これ非常に恥ずかしいことであってそんな子供に言われるようなことを国家は言われたくないっていうね、はい、しかし裁判所も国家の機関ですから、やっぱり裁判所としてもですね、やむにやまれずっていうね、やむにやまれず、うん、これ以上その国民のそのいわばあの権利、それから国民のその平等権ですから、うん、この、はい、平等権を侵害されたままにしておくっていうことにはやっぱり忍びがたい部分があったんだと思いますよね。でさっき の、 あのゼロ増5減 の、はい、あ の、 その5つの選挙区の定数を減らすということですけれども、はい、これはね、あの原則に今まで取ってなかった原則をですね、うん、一部修正をした部分もあるんですね、はい、で今まではね、区画をやるとき、あの区割りをやるときは、はい、あの行政区画っていうのをね変更しないっていうのが原則の一つにあったんですよ、はい、やっぱり同じ市だとか同じ町とかですね、うん、それが何丁目から何丁目まではこっちの人、何丁目からこっちの人って分かりにくいですよね、うん、ですからやっぱり市としては市一つは変わらないっていうの原則だったんですが、はい、高知県で例外的にですね、はい、高知市を二分割するっていうことになったんですね。というのは高知市は高知市を除くとですね、はい、人口がこう西と東だったかな、こういうふうに固まってるんですね、うん、そうするとあの高知市だけを独立させて一つの選挙区にするとですね、はい、飛び地になってしまうわけですよね、うん、その次の選挙区、次の選挙区、はい、ですからこれは分かりにくいというかあまりにも不合理だっていうんで、高知市を二つに分けて、うん、こっちのグループとこっちのグループにこうすると、うん、というようなことを初めて、これに盛り込んだんですね。果たしてこれがそのまますんなりうまくいくかどうかっていうね、うん、これはちょっと問題だと思います、うん、
まあ、ただいずれにしろですね、これはまだ高裁段階での無効判決ですから、うん、これから最高裁に当然上告されますし、うん、ただあの選挙の場合は裁判を非常に急ぐんですね、100日裁判といって、で急ぐもんですから、はい、あまりにも長く続けるとあの、当選した議員の任期が終わってしまうわけですよ、ね、そうですよ、そういうことのないように急いで裁判をするとなると、はい、最高裁もですね、今年中にはあの判決をするんではないかと、する方向で考えるというか、あの進んでいるように思いますので、いずれにしろですね、これはあのきちっとしたあの早い結論がね、政治にあの求められているんだと思いますよね。そうですね、まあこれはあの後で注目ニュースのところでもうちょっと詳しく、はいはい、よろしくお願いします。はい、わかりました。一般会計の歳出規模を13兆1808億円とする2013年度の暫定予算案が28日衆議院で可決されました。暫定予算案は92兆6115億円の13年度予算の成立が5月の連休明けにずれ込むことから、4月1日から5月20日までの社会保障や地方自治体向けの地方交付税などを盛り込んだもので、公共事業費は13年度予算案のおよそ3分の1にあたる1兆5427億円が盛り込まれています。この続報です。暫定予算案が29日午後参議院で可決され成立しました。はい、こちらですね、うん、これはやっぱりあのアベノミクスと言われている、まあ、はい、経済の刺激策が、はい、こう中折れしないように、また息切れしないようにという形で、まあ日銀との協力もあってですね、あの新しい体制になりましたから、その協力を得て、そしてこう強あのまああの協力に進めていこうというね、こういうような姿勢が非常によくわかりますよね。ただあの50日間でその公共事業費の3分の1も予算につけたっていうのは、これなんかね、こういうふうに予算をこうボーンとつけるとですね、はい、早く使わなきゃいけないみたいな形の無駄遣いとかね、それからなんかこうあまりにもその安易な使い方とかね、こういうのがね大体こう行われあのがちなんですよね。ですからこの辺はね、やっぱりあの財政が逼迫している折なんですから、はい、この辺はやっぱり慎重に配慮しなければいけないと思いますけどね。ただいずれにしろその安倍さんの3本の矢がですね、はい、こうあのなんか切れ目なくこう打たれることによって経済を刺激して景気を上向きにさせようという意図だけは、うん、あの分かりますよね。浜田さん、これに関連してなんですけど、はい、黒田日銀新総裁がですね、参議院の財政金融委員会で、日銀による2000年のゼロ金利解除や、2006年の量的緩和解除は、結果的に見て明らかに適切でなかったと、その述べたということなんですけれども、要するに黒田新総裁も、今までの日銀の過ちをちゃんと自ら認めて、それで新しい方針、量的緩和、緩和をやっていくわけ、進めていくわけじゃないですか。それとこのまあ、公共事業費が困難に出てくるとすると、本当に安倍さんアベノミクスというか、要するにデフレを何とかして脱却したいという意図がなんかこう車の両輪のようになんか見えますよね。あのだからあの僕らがかえってこう今の段階で景気上向くのは結構なんだけども、今の心配するのはあの今までは安倍さんがアクセルを踏んで日銀がブレーキを踏んでたみたいなね、だから国家としてはちょっとギクシャクするんだけれども、それによって何とかバランスを保ってたみたいなイメージもあるんだけれども、今度は2つブレーキになったわけですね、2つアクセルになったわけですね、そうすると2つのアクセルでいって果たして誰がブレーキかけるんだろうかと連立政権の公明党がブレーキかけるしかないんじゃないかみたいなね、そういうようなことも言われる体制っていうのは、果たしてどうなんだろうかと、それからあの黒田さんがその誤りだったっていうのは、その経済には誤りか誤りじゃないかっていうのはなかなかこう一概に言えないところがあるんですね、憲法違反か違反じゃないかっていうよりはよっぽど難しいと、だから要するにその時代に一番適切な判断を日銀がやったかどうかと、ですからこう後から見て先にやったことを批判するのはどちらかというと簡単な話ですから、だからそれを考えたら今適切なことは何なのかということをですね、やっぱりこれ日銀も説明するあの
なんか必要があるしね、うん、やっぱり安倍さんもそれを十分考えた上で、うん、判断しなければいけないということは当然言えますよね、うん、ですから当時の日銀はなぜそういう政策を取ったのかの分析のもとで、うん、やはりそういう政策は取るべきではなかったんだという説明がちゃんとされてるんでしょうから、うんうん、そこをやっぱり我々は理解しないといけないと思います ね, ですね、はい、あ、そうですね、はい、ありがとうございます。ではここでソーシャルストリームを見てみましょうか。来てないですね。そうですね、インドネシアの方は書き込みしていただいたんですけどね。ちなみに、イギリスの、はい、イギリスは、アイスクリームの消費がヨーロッパで一番多いと、ね、まあ、ネット上の翻訳ではそう出てますね、はい、なんか関係があるか分かりません、ね、僕には分かりませんいいですね、日本でもね結構アイスクリーム食べますね、はい、私も食べます、はい、はい、じゃあ注目いきましょう。以上、はい、ニュース振り返りでした。ここからは浜谷さんが注目するニュースをピックアップします、うん、はい、浜谷さんの注目ニュースが1票を隠す、はい、さっきのニュースにあったですね、違憲判決がこう高裁で続出していると、うん、いうことで、はい、一体これをやっぱり政治の世界国民はどう考えればいいかというね、うん、このことを少し考えてみたいと思いますね、はい、やっぱり違憲判決とかいうね憲法違反だと言われるとですね、はい、私もその憲法学者の端くれとしてはですねちょっとやっぱこう刺激されるわけです、ね、ですからこれをどう考えればいいのかということを少し考えてみようと思います、はい、で一票の格差ということなんですけど そもそも一票の格差って何なのかということですよね、はい、そうですね、それでこう以前にも前になんかちらっと取り上げたような気もしないでもないんだけども、うん、要するにですね人口密集地の都会と人口過疎地の地方ですね、うん、この地方では当選に必要な、うん、得票数というのはおのずと異なりますよね、はい、定数があるわけですから、はい、そうするとですね、まあ、分かりやすく言えば5万票でも落選する都会の候補者がいて、うん、片方では2万5000票でも当選する地方の議員がいると、うん、あ、そうするとこの都会の5万分の1票というのは、うん、地方の2万5000分の1票の半分の価値しかないじゃないかと。そうですね、と我々はよく清き1票というわけですけど、うん、この都会で有権者は清き 0.5 票なわけですね、うん、あ、そうなっちゃいますね、うん、ですからこれが要するに憲法の法の下の平等に反すると、はい、いうことでこの裁判所はですね、うん、これは憲法違反だと、はい、ということになったんですね、うん、ところが裁判所今月全国の高裁の、はい、高等裁判所とそれから高等裁判所の支部と、はい、これで16個判決が出たんですね、はい、でこの16個判決が出た中で、はい、こう分類するとですね、分析して分類すると4段階に分かれると思うんですね、はい、4段階、はい、1つは憲法違反でなおかつ無効と、はい、これだけですね、普通は憲法違反は無効なんですよ、普通の場合は、はい、憲法違反で有効ということの方がおかしいんですね。ところが憲法違反で無効、はい、でもう一つは憲法違反で無効だけれども、はい、猶予期間を設けると。ですから今判決をしてですね、はい、今年の11月26日までの間に直せば、まだ許される、無効にはならないけれども、はい、11月26日を過ぎると無効になりますよという、これは広島高裁で出された判決ですけどね、だから無効だけれども猶予期間が設けられているということですね。でもう一つは今までと同じようにですね、違憲だけれども選挙は無効にしないと、というのは選挙を無効にしますとですね、政治的な影響がものすごく大きい、それから衆議院議員は全員クビになるというか失職するわけですから、はい、今度はそれを法律を直そうにも法律を直すための衆議院議員がいないわけですね、はい、ですからこれ政治的混乱が起こるということで、うん、要するにいろいろなそれは法律上は事情判決と、いろんな事情があって、はい、公益のためにはいろんな事情を考慮して考えなきゃいけないということで、事情判決の法理というのを使ってですね、はいはい、選挙は無効にしないということになってですね、それからもう一つは違憲状態という、これもちょっと分かりにくいんだけども、違憲と違憲状態は何が違うかということなんですね。で違憲状態というのは、はい、まだ是正の猶予期間中である。あ、猶予期間、うん、まだ猶予期間中だから、もうしばらくの間のうちに直しなさいよと、
まあ、いずれもですね、うん、あの違憲であることは間違いないですね、うん、この16の判決のうち合憲というのは一つもないわけですから、うん、全部違憲なんですから、うん、ですからそういう形で高裁は、うん、あの警鐘を鳴らしたと、うん、ですからこれ前から一昨年 の3月に最高裁がですね、うん、違憲状態だと、はい、うん、言ってるわけですから、それからずっと1年9ヶ月ぐらい経ってるんですかね、うん、でそれでもなおかつこの間の選挙で直せなかったというのはですね、うん、これはもう政治の怠慢だろうと、うん、いうことからすると、やはりこれはね、政治家っていうのはもう厳粛に受け止めなきゃいけないと思いますよね、うんうん、まあ、これ民主党やろうとしたんですけどね、まあ、いろんな形で、うん、あのその政治家っていうのはそのいろんな思惑がありますからね、うん、まして自分の選挙区なんですら自分の首がかかってるわけですから、うん、そんなに言うほど簡単ではないわけですよ、うん、だから逆に言えば政治家に任せるということ自体がですね、うん、これは限界かなって感じもするんですね、うん、まあ、ですから、ね、政治家以外の例えば全部丸投げして言うことを聞きますよという確約もした上で人に任せるしか、ね、うん、方法がない、うんうん、それはあのこれから必ずこの議論の中で出てくると思いますよ、うん、要するにその第三者機関にその原案を作ってもらって、それを立法府である国会で通すってことですよね。通すってことです。その通す時も国会に裁量権を与えないでですね、言った通りやりますという要するに決意表明だけをしておいてぐらいやらないとですね、ほとんど変わらないっていう、ね、まあそうですね、そういうのがありますね。で、あの確かにあのこの最高裁に上告しなければですね、このあとこれが有罪が確定してしまうので、あの16件ですから31選挙区が対あの該当するんですけど、31選挙区の議員は失職してしまうわけであって、これはすぐあの再選挙しなきゃいけないというこういう状況になりますから、これはおそらくあの最高裁の判断を仰ぐということにはなるんだろうと思います。で、あの議員手数というのは結局あの公職選挙法という法律のですね、一番最後に別表というのがついてまして、それに選挙区割とそれから定数が書かれるんですね。でこれを改正しなきゃいけないというのは、これやっぱり法律改正なんですよ。で法律改正をしなきゃいけないということは、これ国会でやるしかないんですね。ですからどうしても国会には来るんです。でその時に今の区割審議会のようなね、区割をきちっと第三者にやってもらって、そしてそれにあまりクレームをつけずにそのままあの通すというね、そういう姿勢がやはりあの必要になってくるんだと思いますよね、で一昨年の3月の最高裁の判決では、これあの選挙区間の人口、選挙区間、選挙区と選挙区の間のですね、あの人口の最大格差が2倍未満にするのがいいと、要するに2倍以上になると人間が 2. 点いくつになると半分に分けられるわけですから、ところが1.9 の場合は人間を半分に割くわけにいかないので、ですからこれはもうしょうがないだろう、誤差のうちだろうと。しかし2倍を超えたら一人一人で分けられるんだから、これはあのそういう制度を考えなさいと、こういうことなんですね。そして1票の格差が 2.30 だった、あの30倍だった9年 の衆議院選挙を違憲状態というしたんですね。ところがそれを大した直しもしないで昨年の12月にまた選挙やったんでしょ、そうするとその時はもうすでにあの格差が 2.43 倍に拡大したんですね。そしてあの格差2倍以上の選挙区っていうのも9年の時にはね45だったんですが、それから12年の時には72へ増えたんですね。ですからますます選挙、あの違憲状態が悪化したということですね。そうですよね。ですからこういうことになってるから、あの要するに高裁としてもですね、やっぱりこれは放置できなかったんだろうというふうに思います。はい。で、高裁の判決の中でもですね、民主的な政治過程の歪みの程度は重大で、最高裁の違憲立法審査権も軽視されていると、というふうに言ってますから、これはやっぱりね、政治家としてはね、最も恥ずかしい指摘をされたということはね、自覚してほしいと思いますよね。で、選挙無効が確定すれば、さっき、訴訟対象議員は失職すると言いましたけれども、例えば失職議員が関与して成立した法律っていうのは、これ一体どうなんだろうというね。ああ、そうですよね、だってその人はもともと資格がなかった人が、だから議員立法しちゃったとかですね。そうそう、議員立法してそれ通ってたら、その法律どうすりゃいいんだという、そういうこともあるし、それから他の議員だってですね、違憲状態だと言われた中で選出されてきたんですから、俺は別だというふうにはいかないわけですよ。ですよね。ですからこれもやっぱり問題だと、なると、じゃあ例えば最高裁で違憲判決が確定したとしてもですね、このいわば欠員の補充ね、失職した議員の欠員の補充だけやればいいんだってことが果たして通用するかどうかですよね。全部一回やり直さないとダメなんじゃないかと、
いうことになると、これまた非常に大変なんですね。大変ですね。政治的なあの影響が大きいと思うんですよね。ただやっぱりあの選挙を無効にするということになれば、かなりの政治的影響と社会的影響が大きいから、最高裁も慎重にならざるを得ないと思いますけどね。だけど最高裁の側から見れば、再三警告をしたわけですから。そうですよね。もういい加減にしてほしいというね、そういうあの気持ちがあのないわけではないと思いますよね。それでね、今1対1の厳格な憲法違反の話をこうずっとしてきたんですが、じゃあその1対1を完全にあの1対1に是正するということになった時は、それでじゃあみんな満足で幸せなのかというね、そういうこともちょっと考えてみたいと思うんですが、これ厳格に一票の格差をなくするということは、人間の頭数で議員を選ぶと、厳格に頭数だけを要素に議員を選ぶと、こういうことですよね。そうすると今少なくともあの国民全体の1割は東京都に住んでるわけですね。で東京都に住んでて、そして東京都の議員の数がそれによって割り振られてるんだけれども、地方とはかなり格差があるわけですよ、当選する時の有権者数がね。そうするとね、大都市圏の意向ばっかりが、反映されたような議員の選出方法になってしまうんじゃないかと。例えばね、九州とそれから沖縄入れて8県ありますけども、この九州の面積は、要するに東京の面積の20倍あるんですよ、20倍広いんです、ところが人口はですね200万ぐらいしか差がないんです。東京1270万で、向こうは1420万ぐらいですよね。そうすると200万ぐらいしか差がないんです、しかしじゃあその差がないんだったら議員数が同じでいいんじゃないかというね、ということになるのかどうかということですよ。だから沖縄と九州の8県で、平成5年の時にやった議員数は68あるんですが、今回の件で厳密にこう人口比でいくとですね、実はこれ34議席になってしまうんですね。半減するわけです。半減する。しかし逆に東京はですね、25議席から31議席に増える。増える。なるほど。増えるんです。そして東京都を入れた、要するにあの神奈川、千葉、埼玉、それから山梨ぐらいを入れた首都圏と言われるね、この首都圏の中ではこれ全部でね102議席ぐらいになるんですよ。そうすると300議席しかないんだから、300議席の3分の1以上が首都圏から関東の議員ってことですよね。そう、それでついでに言うと近畿圏、大阪を中心にしたところは49議席の計算になると。で名古屋を中心にした中部圏というのは35議席になると。これを3つ足すとですね186議席になる。200弱ですよね。そうすると完全に小選挙区の6割以上は三大首都圏からしか出てこないということです。人数だけでその議員を合わせればってことですね。そうですね。そうすると、首都圏が多くなって、要するに都会が多くなって、で地方は少ないんだけれども、その浜井さんが心配しているのは、その地方がその東京の面積の九州は20倍あると、だから20倍もの広いところで、東西南北風土も違うのに、その議員数が、この狭いところの東京の議員数と実は人口的には変わらない、変わらないと。それで本当にその地域住民の代弁をできるのかと、そこを心配しているわけですよね。そういうことです。ですから1対1で頭数は平等になるかもしれないけれども、しかし政治的な意見の出し方とか、地域性とか面積とかそういうことから言ったらね、結局形式的には平等だけど実質的には不平等じゃないかと。まあそうですよね。要するに日本海側とかね、人口の過疎地が多いような地域ではほとんど議員が出せなくなってしまう。ですよね。こういうことになったらやっぱりこれは実質的に不平等だから、逆に憲法の法の下の平等に違反するというね、そういう議論だって出てくるんじゃないかというふうに思うわけですよね。だからやっぱり TPP なんて見てもやっぱりその議員の少ないようなところに反対者が多いということになると、それはもう無視されてしまうというかね、完全にそうですよね。無視されてしまうような結果になりかねないので、そういうことから言ったらやっぱりね、頭数だけでやるということ自体のメリットとデメリットもね、やっぱり国民にきちっと説明する必要があると思います。はい、そうですね。で、それでその
じゃあ一体どうするんだっていう話ですけどね、浜田さんの親切ですね、いや親切ってわけでもないんだけどねどうすればいいかって。でね、はい、一つはね、任意制ということを日本が敷いてるんだったら、任意制の国を参考にして何かそういう解決方法はないかっていうことを普通探るんですね、で例えばアメリカの制度なんかをちょっと見てみると、アメリカは上下両院制度、やっぱりこれ任意制ですね、で任意制で上院は100人で下院が435人いるんですね、ほぼ上院よりも下院が4倍以上の人がいるので、普通の選挙区は上院議員より下院議員の方が多いというのが普通なんですね、4倍いるわけですから、ところが一番少ないのはワイオミングで、これは もう極端に少ないんですよ、でワイオミング、それからネバダ、アラスカなんていうのはね、ほとんど人よりも砂漠の方が多かったり、それからアザラシの数の方が多かったり、ものすごいところなわけですよ。そこでもですね、上院議員は2人いるんですね。ですから人口比でいきますと、下院議員は1人しかいないんですよ。ゼロにはできませんので。そうすると、それをね、今の日本のこういう計算と一緒に単純計算すると、上院議員の比率なんて1対70ぐらいなんですね。1対確か68だと思いますけどね。そのぐらいになると。しかし、それでも、その人口比と、その地域代表的なね、そういう要素がちゃんと加味されてるからいいんだと。だからワイオミングは下院議員1人ですけど、カリフォルニアなんて下院議員55名ぐらいじゃないですかね。そういうことでもいいんだって言うんですよ。でそれを考えたら、やっぱり日本でも衆議院と参議院がね、両院あって、でその両院の有効性とかそういうメリットを生かすためには、そういうような方法しかないんじゃないのかっていう。参議院のあり方を変えるってことですよね。変える、基本的な考え方を変える。でそもそもね、参議院ができた時自体がね、これが非常に日本にとってはその不幸なことだったんだけれども、日本はその前も戦前もですね、任意制だったんですよね、衆議院と貴族院っていうね。ところが貴族院っていうのは、これあんまりその民選議員がいなかったということもあってですね、日本が任意制を主張した時にアメリカから、その GHQ 側からですね、要するに条件を作られたんですよね。で GHQ の原案、憲法の原案っていうのは、これは一院制でしたから、衆議院だけでいいんだと。ところがそれを日本の考え方を入れて任意制にした時に条件をつけられて、参議院の方もですね、もう一院の方も民主的な選挙で議員が選ばれなきゃいけないと。ですから貴族院は民選じゃなかったもんですからね、そういうふうに条件をつけられたと。すると国民が同じように選ぶんだけれども、同じような選挙区割にして同じように選べば、同じような形で結果になっちゃいます。結果になって、じゃあなぜ2ついるのっていう話になりますよね。そして今ねじれてますけどね。そうそう、それで前に参議院が改革が必要だと言われて改革した時もですね、これも参議院の改革自体が全国区を地方区と比例代表区にしたわけですね。そうすると参議院の方も小選挙区、地方区という小選挙区、それから比例代表、で衆議院はもともと小選挙区で比例代表、ということになったら全く同じ制度になる。システム一緒なんですよ。そしたら何も2つ持ってる必要はないじゃないかっていうのが話になったわけですよ。だからこの際その要するに発想の原点としてはね、もう衆議院の方は厳格にさっき言ったような形の頭割りで、人口比に正確に反映される形で出してくると、アメリカの下院に似てる、下院と同じようにね、そして参議院についてはもう地域代表的だから人がいようがいまいがそこに2議席を与えるというね、そして簡単に都道府県に、そうです、都道府県に各2を与えるという形で選ぶというね、半数改選ですから2位なきゃダメなんですよね。そうすると全国47都道府県ですから、そうすると94ですか、94で定数削減にもなるというね。ではそういうことぐらいをね、こう抜本的に考え方を変えないと、こういう解決はね、なかなか無理だと思うんですよ。ですからこれから区割り審とかなんかで微調整を重ねながらですね、行くんでしょうけども、もうそろそろ日本のその選挙のあり方そのものも変えないと、ますます都市には人口が集まってくるし、ますます過疎が進んでいくと。で特にね、離島とかね、過疎地っていうのは国土の防衛なんて発想からするとね、実に重要なわけですよ。そうですよね、土地なわけですよね。今そして今のさっき の暫定予算の中でも、防衛費が6000億ぐらいついてますよね、南西の防衛の。ですからそういうことから見たら重要性はね、下がってないんです、上がってるんですよ。ですからそういうことからすると、そこの要するに国民の意思とかね、そういうものをやっぱりね、面積とか行政区画とか、それから歴史だとか、それから国土防衛だとか、そういうのは発想から殺走も含めた形で区割りをしないとですね、本当の意味での実質的な平等にはならないと思うんですよ。
そうですね、うん、そこを考えてほしいと思いますよね、うん、あなるほど、ね、参議院、うん、なんか参議院のあり方をなんか考え直しますよね。考え直しますね。このその安倍さんにその28日にその審議会が勧告してるけど、その審議会も結局その今ある法制上で区割りを考えたらこうなりましたなわけですよね、うん、そうですそうです。あそれはあの条件付きですからね、はい、前提があるん で, ですよ、ね、うん、抜本的な改正なのでいかないんですよ、ですよね、うん、だからあのただそのね野党側もこのゼロ増5減ということだけではダメだと、うん、結局これでもう改正してあれ、うん、ゼロ増5減でやったら 1.998 倍でしょ。ああそうですね、もう天井にくっついてるわけですよね、はい、2倍っていう2倍のね、ええ、ですからこれ改正したってですね、すぐまたダメな2万超えちゃうわけですよ、うんですよね、うん、ですからやっぱり抜本改革をしないとダメだっていうのは分かるんですけども、うん、野党側のね、うん、しかしゼロ増5減も通らないってことになったら、うん、はい、抜本改革だってその先行かないわけだから、うん、とりあえずはゼロ増5減を通して、うん、とりあえず2以下の最高裁の言う言い分を聞いて、うん、そして自発的に国会が抜本改革をやると、うんうん、2段構えでも僕は構わないと思うんですよね、うん、要するにまとめるためには、そうですね、要するに参議院の改革を行えばいいって浜田さんは思ってらっしゃるわけですよね、うん、はいはい、でそのじゃあその、まあ、民主党がその政権を奪取した時のことを考えると、うん、まずは参議院でねじれを作りましたと、うん、それで、全部反対してしまって自民党を追い込んでいって、はい、で民主党が風に乗って選挙勝って政権を取ったと、はいはいはい、でやっぱりその後に参議院が参議院選挙が参院選があって、うん、民主党では任せられないって自民が勝って、はいはい、でも今度またねじ入れて、うん、今自民党が勝って、うん、っていう感じですよね、うん、今年のだから参議院選挙でそのねじれが解消されるのか、あそうごめんなさい、そうそうそう、はい、それが解消されるのかっていうことが今、うん、まさにあのこう注目点になってますけどね。だからそうねじれが解消するかしないかということよりも、うん、ねじれそのものは任意選があったら起こりうる話ですから、うん、そこが問題ではなくて逆にそのいわばあの参議院の根本的なあり方がね、うん、問われてるんじゃないかと、うん、任意選のメリットをそういう意味では生かされてないと思うんですよ、うんうんうん、でやたら例えば憲法上の権限でもですね、はい、任意制がある国っていうのは大概ねどっちかが強いんですよ。そうですよね、え日本でも4つだけ衆議院が優越制の ね,、はい、ねあれはありますけれども、はい、圧倒的に参議院が強いんですよ、うんうん、ですからねじれてしまうと動かなくなるんですね、うん、ですね、でねじれても動くような方法をちゃんと講じなきゃいけない、うん、それから両院協議会のあり方だとかね、うん、絶対まとまらないようにできてるわけですから今は、うんうん、だからそういうものを改正するとかいう形で、うん、もうちょっとねやっぱ本音に近いというか実質的な改革をしないとですね、うんうん、あの見えた部分だけの小手先の改革ではもうね行き詰まってしまってるっていうね、うん、そういう感じがする、そういう気もしますね。あともう一つ僕不安なのがですね、はい、そのまあおそらく最高裁はその、はい、まあその今回の判決の厳しい判決は出さないと思うんですけれども、うん、もしその浜田さんがさっき言った最悪のシナリオで、うん、そういうことになってしまったらその議員はどうなるのって話あったじゃないですか、うん、ああなっちゃうとそのあのせっかくアベノミクスで経済良くなってきていて、うんっていう状況なのに、はいはい、また国政が混乱してしまい、はい、TPP もあるし安全保障もあるのに、うん、日本って何やってんのみたいになっちゃいますよね、うん、まさにそうです。まさに日本は何やってるんですよ。結局あの経済がようやく政治の安定によってですね、うん、経済が上向いてきたと、うん、やっぱりあの経済に対する影響って政治の安定って大きいわけですよね、うん、で政権が安定的にこれから持続するだろうと言ってる時にですね、うん、はい、また一回ガラガラポンでもう一回選挙やらなきゃいけないとかですね、なんかになってこっちが混乱してしまうとまた経済が不信感をこう募らせるんですよ、うんうん、だからやっぱり相乗作用で経済を良くするためには政治の安定というのは不可欠なんですね、はい、そのためにもやっぱりね政治が主導的に人から言われてやるんじゃなくて政治が主導的に自らの改革に進まないと、もうこれ国民がみんなもうへきへきして見てるわけですから、うんうん、これはあの、ね、絶対に必要だと思いますよね、うん、だから最高裁もやむにやまれずこういうあの判決をしたということは非常に恥ずべきことだというね、うん、ことを政治家がよく反省をした上で、うん、そして自らの身を自ら決することにやっぱりね、うん、邁進してほしいと、うん、そういうふうに思いますね、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。ではここでソーシャルストリームを見て見ましょうか、ましょう、リロードしましょうか、リロードちょっと、はい、どうでしょうか。まあないですね、あそうですね、コメントはないようです、はい、まあ、次回に期待したいと思います。浜谷さん、番組もそろそろ終わりなんですけど、うんうん、今回のニュースとかはどうでしたか。うん、やっぱり
憲法違反だと言われることの重みっていうのをですね、はい、やっぱりね政治家は少しね考えなきゃいけないっていうことですね。結局憲法を国家の基本法として、はい、認めているということはそれに違反するなんていうのを裁判所から言われてしまうことのないような形でね自分たちのその姿勢を正さなきゃいけないっていうのはやっぱり国家の権力を握る者としてはね当然のことだと思うんですよ、はい、ところがその同じ国家機関の中からねこれは憲法違反だと言われるようなことを言われるまで放っておくっていうのはねこれはやっぱり政治家としてはあるまじき態度だと思いますよね。ですから今回のことを本当に口では厳格に受け止めると言うんですけど、はい、行動が伴わない、うんだから本当に真剣に考えてですね、自分たちでできないんだったら第三者に全部委任して任せろとその言うことは 100% 聞きますというような形でですねやるかそれが嫌だったら自分たちでやっぱり利害個人的な利害を超えてね、そして国の制度としてを確立させることにやっぱりきちっと方向性を示さないといけないと思うんですよね、はい、その辺はやっぱり政治家に非常にこの判決を契機にして自覚を促したいと思いますね。そうですね、そうですね、はい、我々としてもその議会の在り方をもう一度考えて、そうです、そうです、もうちょっとやっぱり注視して見ましょうよね。そうですね、ちゃんと注目して見ていきたいですね、はい、あと、今回ニュース書いてて思ったんですけど、はい、動き早いですよね。僕毎回この頃言ってるんですけど、なんか安倍さんになって動きが早いですよね、うん、今まで遅かったんですよ今までが遅すぎたこれが普通ですか。そうです、決められない政治というのが遅かったんですよ、あまりにも、だから世界はこのペースでいってるんですよ。なるほどね、もっと早く進んでるんですよ日本が今まであまりにも鈍重みたいにしてね動かなかったからやたら早く動いてるように見えるだけで、世界はこれの倍ぐらいのペースで動いてるということをね、やっぱり感じてほしいですね。それは認識した方がいいですよね、はいはい、と思います。そうですね、国民としてもしっかり見守っていい、ね、ちゃんと明確に見ていきましょう。はい、はい、浜谷さん、深川さん、はい、どうも今日はもうありがとうございました。どうもありがとうございました。次回の番組は4月5日金曜日16時です。では、さようなら。どうもありがとうございました。